はエッジの効いたリップメイクを簡単に今っぽく仕上げる方法をご紹介します。まずはリップクリームで保湿をしてから、リップスティックのこちらのカットされている面を下唇に沿わせてパクッと加えていただき、左右に滑らせてパッパッと。ここで重要なのがリップブラシを使うことです。コシのある動物毛のブラシがおすすめです。中央に乗せたリップを外に塗り広げながらエッジを効かせていきます。テクニックが必要そうなトレンドリップメイクもこのリップブラシがあれば簡単にできちゃうんです。